そこで質問です。最終回の桜を見る会で腕相撲をしていましたが、小林さんを含むチョロゴンズたちの中の人が腕相撲大会をやったら誰が一番強いのでしょうか。分かりきってるの。あ、チョロゴンズの中の、そうそうそう、中のメンバーじゃなくて、この、で、私のイメージだと意外に峰内さんが一番強そうです、笑い。ちょっと自信湧いてきたぞ。確かに気になるね。逆に一番弱そうなのはクワちゃんですかねって書いてある。見てくれこの力こぶを。見えてない。見てくれこの力こぶ。見えてないな。実際どうなんでしょうね。いや、でも私小学校の頃サッカークラブだったんですけど、腕相撲大会やった時割と進みました。じゃあ本当に強い思い出ですけど。なんということだ。めちゃくちゃ過去だから勝てそうな。私気になったのはそれは脚力ではというサッカークラブ腕力もあるのかな。腕力もね、つながるのかな。どうだろうね。自信ある人はいますか、この中で。自信ある人、挙手。お、自信ある。自信ある。おお、なんかチョロそう。いや普通だったら勝てないかもって思うけど、勝てんなって感じ。勝てんなって感じ。です。これ、ね、やらずに。やらない。本当に皆さんの見た感じで。見た感じだった。強さアピール。強さアピール。見てくれこの。見てくれ。筋肉ちょっと待って、何の時間キャップ開けとこ。いや、めっちゃ寄るじゃん。めっちゃ寄るじゃん。いや、寄りすぎー。寄ってるなー。寄るね、書かないと。書かないと。はいはいはい。俺、ちょっと私はもうカンナということで、もう人物だけ。